米国で最も権威のあるボクシング専門誌ザリングが世界スーパーバンタム級4団体統一王者となった井上尚弥30イコール大橋の今後を展望した井上の次戦については5月に東京で悪道（こともと世界2階級制覇王者ルイスネリメキシコとの対戦で交渉が進む中同志は練り戦やその後の展開を予測したスーパースターは5月に ルイス・ネリとの義務的な防衛戦を皮切りに、今年3回戦うことを発表した。井上の共同プロモーターである大橋秀行会長は、9月と12月の対戦相手候補として、元統一王者のムロジョン・アフマダリエフ、ウズベキスタン、フィリピン人のベテラン、ジョン・リル・カシメロの名前を挙げた。3試合とも堅実なカードとなると指摘した。その上で、いずれもメジャーイベントとなり、 そのうちの1試合は米国かサウジアラビアに上陸する可能性があると世界的なビッグイベントとして本場米国に加えて巨額なファイトマネーでサウジアラビアで開催される見通しを示した。モンスターの今後に米国でも関心が高いようだ。